10月になり、サティラロは自分が院長を務めているメソジスト病院に栄養クリニックを設ける計画を立て、そこで専門家を配置して、マクロビオティックの食事指導を行うようになりました。玄米と菜食という料理の注文が相次ぐようになるまで、さほど時間はかかりませんでした。サイラロは自分の体験を書いた論文を医学雑誌に投稿しましたが、残念ながら科学的根拠がないという理由で掲載を拒否されました。その代わりマクロビオティック関係の雑誌に体験談を載せることができました。反響は大きく、講演の依頼や多くのがん患者から問い合わせが来るようになりました。また、多くの人たちと接するうちに、マクロビオティックの信奉者たちの中には、現代医学に従事する医師たちを、金儲けしか眼中にない犯罪者のように考えている者もいることも知りました。多くの末期の患者が有効な治療法を示すことのできない西洋医学的ながん治療はもはや信用できないと考えながらも、そうかといって他に選ぶべき良い方法も見当たらないという状態で路頭に迷っていました。しかし、マクロビオティックを信奉する人たちは、概して神秘的思考法を持つ傾向があり、そのことが一般の人たちに近寄りがたい印象を与えていました。ところが、翌年の1980年2月になると、サティラロの体調は悪くなり風邪をひいたような症状がなかなか改善しませんでした。3月中頃になると、発熱や動悸や冷や汗がひどくなり、血圧も上昇してきました。マクロビオティックの仲間に相談すると、何でも圧力釜で料理していたために、体が極端な陽性になったせいだ、という答えが返ってきました。この答えに、サティラロの心の中には、再びマクロビオティックに対する不信感が芽生え、感情的にも不安定になりました。ついに、3月末、サティラロは、主治医のシェルドンの診察を受けまし、その結果、亜急性甲状腺炎という診断を受け、入院が必要であると宣告されました。亜急性甲状腺炎は、甲状腺に起こる炎症性疾患で、現在でも原因は不明とされています。通常は、一定の期間が過ぎれば自然に治癒することが多く、治療薬は炎症による症状を緩和する薬を使用します。この病気で死亡することは、めったにありません。検査の結果、心配されたがんの再発もなく、入院の3日後には、苦しい症状は、薬物の投与で軽減し、4月半ばに退院することができました。この間も、マクロビオティックの食事療法は熱心に続けてしました。4月末、サティラロは、近くのカトリック教会のメンバーとなり、より熱心な信仰生活を送るようになりました。神に深い祈りを捧げ、宗教的瞑想をすると、病魔に侵された肉体も心もきれいに癒されていく心持ちがしました。8月には、再びビマクロビオティックの年次総会に出席しました。そこで、未知をくしとあったり、膵臓がんを治したという、ジーン・コーラーの講演を聞いたりしました。しかし、ジーン・コーラーは非常に体調が悪そうでした。9月半ばに、サティラロはマクロビオティックの盟友であるジーン・コーラーが9月14日に亡くなったことを知らされました。ジーン・コーラーは7年前に膵臓がんと診断されましたが、マクロビオティックの食事療法を実行して生存していたのです。解剖の結果、死因は、急性の肝臓感染症でがんではありませんでした。膵臓がんと診断されたとき、がんは拳大でしたが、死後の解剖の所見では、肉眼的には膵臓がんは確認できず、顕微鏡のレベルでのみ確認できたのです。ジーン・コーラーの主治医は、膵臓がんの患者が何の治療もせずに7年も生きた例は、前代未聞ではないにしろ極めて稀なことだ。と驚いていたのです。しかし、サティラロは、ジーン・コーラーの死に大きな衝撃を受けました。また、この頃、別の医師から脅迫に近い手紙を受け取りました。その手紙には、サティラロの病状改善は、すべて、抗がん節除術やエストロゲン療法の効果で説明が可能で、何ら不思議なことではない。そして、何も、積極的な西洋医学的治療をしなければ、間もなくがんが再発して死亡するに違いない、と書いてありました。サティラロは、マクロビオティックの効果を信じながらも、心の片隅ではがんが再発するのではないかという不安に怯えるようになりました。9月の末になると、再び、背部の痛みが再発しました。同じ頃、ミチオク氏から、10月に、ヨーロッパの講演旅行に行くが同行しないかと誘われました。このため、サティラロは念のためと思い、10月9日に骨シンチグラムの検査を行ったのです。検査の結果、右肋骨の一部に骨転移と思われる黒い異常陰影が確認されたのです。がんの再発であると確信したサイラロは、激しいショックを受けました。一時的な寛解期は終わり、いよいよ終わりの時が始まったのだと思いました。思い余ったサティラロは、ミチオク氏に電話をかけました。ミチオク氏は、それは腫瘍の再発の兆しではなく、亜急性甲状腺炎を治療した時に服用した薬を、体が外に排出しようとしているために起こった反応で、決して心配はいらないという返事でした。しかし、サティラロは、ミチオク氏の言葉を素直に信じられるような精神状態ではありませんでした。さらに、ミチオク氏に対して、細かい質問をし、言うことに自信はあるのかと尋ねました。ミチオク氏は、骨シンチグラムの異常陰影はいずれ消えるだろうと確信を持って言いました。その代わり、食事の規定をより厳密に守り、粉製品、魚、果物をしばらくやめるように指示しました。そして、病院で追い詰められて仕事をしているより、ヨーロッパへ旅行した方が精神的にいいだろうと忠告しました。約3週間のヨーロッパ旅行後、サティラロは病院に勤務しながら、より厳格なマクロビオティックの食事療法を続けました。そして、12月に、再び骨シンチグラムの検査を受けることにしました。この結果、病巣が悪化し、手入れは、がんが一時的にでも治ったように見えたのは、抗がん的手術とエストロゲンの効果が、ある程度長く続いていたためであり、逆に病巣が消失していれば、マクロビオティックの食事療法によって、がんが抑制されたと結果であると結論できる思われました。12月27日、サティラロは、神の最後の審判を受けるような気持ちで、骨シンチグラムの検査台に横たわりました。この結果、肋骨の黒い異常陰影はほぼ消えていました。検査の日の午後、サティラロは、カトリック教会に足を向け、祭壇の前に立ち、神から与えられた恩寵に、心から感謝の気持ちを捧げました。1981年8月、サティラロは、再び自らが院長を務めるメゾシスト病院で、骨シンチグラムの検査を受けました。異常陰影は完全に消失していました。1980年6月に、亜急性甲状腺炎の治療に使用した薬が、サティラロが最後に使用した薬となりました。主治医のシェルドンは、サティラロに、完全治癒という診断を下しました。以上が、アニソニー・サティラロ医師の前立腺がんの完全治癒の記録です。この著書は、アメリカではよく読まれているようです。現在、アメリカの一流のホテルやレストランでは、マクロビオティックなどの食事のメニューが備えられていて、日本より食事療法に対する理解が進んでいます。がん死亡者が毎年増加している日本と違い、米国政府の食事改善の指導により、がんの死亡者数も減少に転じています。いずれにしても、食事療法で、がんを完全に克服したという人が存在していることは、間違いのない事実なのです。よく読んでみると、サイラロは、単に、マクロビオティックの食事療法を守っていただけではありません。病気になったこと、マクロビオティックの仲間たちとの交流、病院の同僚たちの励まし、などを通じて、心の在り方がだんだん変化して、最後には、キリスト教会で、神に祈りを捧げるような心境になっています。心の変化も、彼の病状が好転した大きな理由に挙げても良いと考えます。この心の問題については、後に検討します。